要望書はガソリンスタンドがある室蘭市高砂町の周辺住民らで結成された室蘭弁前被害者の会がスタンドを所有するエネオス宛に作成したものですきょう青山市長に渡されました要望書の中ではこれまでのエネオスの対応が住民に十分に寄り添っ,て寄り添ったものではないとして今後は社長の決済で迅速に補償などの対応をするよう求めています。 まだ、あのー、住民の皆さんが納得できるような回答をエネオスさんから頂い,いていないのでベンゼンの被害者の会の皆さんの思いを伝えてくるという形で、あのー、言っていただいたので、あのー、少し任してみたいなと思っております青山市長は来週にもエネオス本社を訪問し住民から受け取った要望書を提出する予定です。